皆さんこんにちは。ありがとう日本、和塾でございます。今回のお話は、まあ、今本当に台風で大変な状況になっておりまして、被災地の皆さん方には心からお見舞いを申し上げたいと思います。この台風及び水害のお話ということになります。基本的に今日申し上げるお話というのは、要約をしてしまえば、水害は人災であるということです。水害は我が国においては必ず起こるものなんですね。これなぜなら毎年台風がやってくる、大雨が降ることもある、まだ太平洋に近い、普通に降る雨っていうのは山で水蒸気がずっと立ち上っていって、これが雲になって雨を降らせるという形になるんですが、巨大な台風によるような雨というのは、太平洋の海水が温められて、で、これがこう水蒸気となって上空に上がっていく。上空に上がっていくということは、これこう低気圧状態になるんですね。上空の空気が下に向かってわーっと来るときは高気圧、下からふわーっと上がっていくときには低気圧っていう格好になるわけなんですが、この低気圧によって上空にものすごくこう背の高い雲が発生しまして、でこの雲がぐるんぐるんと回転をするようになっていって、いわゆる台風が発生すると。でこの台風による被害というのは、風と、猛烈な風と、それから大変な雨ということになってくるわけです。この台風が、今回の台風10号なんかですと、もうとにかく九州あたりにいて動かない、1日の降雨量というのがもう500ミリ近い、もう50センチ近い、47センチだったかな、50センチ近いような雨がもう1日で降ってしまうと。50センチも降ってしまったら、それはね、あの直径10センチの、直径10センチのその雨を溜める器の中に、いいですか、50センチも水が溜まってしまう。これがもう大変広大な地域にあたって雨が降るということになれば、その雨がやっぱり水は高いところから低いところに流れてきますので、川にずっと溜まっていって、川で土石流となって、これがダダーと流れていくというふうな形になるわけなんですね。でこの土石流が、まあ、通常の普通のサラサラとしたお水が流れるのと違って、土石流というのは大量の土砂を含んでいますので、これがものすごく強力な力を発揮して、で場合によっては堤防を決壊させることもあるし、橋を流してしまうようなこともある。堤防が決壊しますと、まあ、その雨っていうのが町へ向かってダーッとこう流れ落ちていく、さらには土砂崩れのようなものも起こしたりするということがあるわけです。で水害は人災だっていうのは、全てのその土砂災害のようなものを、これを食い止めることは人間にはできない、あるいは土石流の発生そのものを、これを食い止めるということは人間にはできないし、またやってはならないことであろうと思うんですね。ただし日本のように毎年必ず台風が来るということが分かっているということは、その全部の土砂災害を全くなしにするというのは、これは難しいと思います。例えば山の中で人が2日に1回ぐらいしか通らないような道で、たまたま土砂崩れが起こったといったようなことというのは、これは防ぎきれないようなところもある。まあ、それでも台風がやってこないとき、台風のないときには、そこをみんな人が無事に通行することができる、車でバーッと通ることができる、まあ、そういうふうな道も世の中にはあるわけで、これはこれで、まあ、ある意味仕方がない部分もあるかもしれません。ただし町、いわゆる民家の集まっているような町に水害が起こるっていうのは、これは日頃からやはり大きな台風の災害がやってくるということを前提として、町を挙げて、まさに行政と、市町村の行政と県と、そして国が一体化して、よりしっかりとした工事をやっていくという必要が、これは必ずあるわけですね。だから日本というのは、平時に合わせて政治をやっていればいいという国柄ではなくて、あくまでも非常事態に合わせて日本の国柄というものを築いていく必要がある。これは当たり前だと思うんですね。そうなってきますと、平時であればとにかく安く作れればいい。例えば堤防を作るのにあたっても、川を作るのにあたっても、ね、川を掘るのにあたっても、まあ、少々業者さんのごまかしがあったって、とにかく安かろう悪かろうええじゃないかというふうなことが通用するかもわかりませんが、いざという時のことを考えるような体制を必要とする日本という国においては、一切の手抜き工事というのは許されないし、あるいは現時点において考えうる最大の水害というものを対象として、
工事をきちんと遂行していく必要があるということになるわけです。まあ、その意味では、設計をする側においてもですね、設計者っていうのは、やっぱりしっかりとした設計をする必要があるし、業者さんも一切そこで手抜きをしてはいけない。まあ、そんな手抜きをしないなんて当たり前じゃないかっていうふうに思うかわかりませんけれども、世界ではそれが実は当たり前ではない。現に今、チャイナにおいて7つのダムが決壊したといったような報道が、まあ、これ報道はほとんどないんですよね。現地からの情報以外はない、現時点ではないようなんですが、テレビでは全く報道してない。でもチャイナではダムが決壊してるということが現に起こってるわけです。ダムが決壊すれば一気に巨大な水流が訪れることになります。ダムよりも下流にいる人たちというのは大変な被害を被ることになる。実際今中国ではこれが大変大きな問題になっているというふうに言われています。こうした被害がなぜ起こるのか、日本ではあんまりダムの決壊って聞かないですよね。それこそ映画の中でゴジラがガオーとか吠えながらダム蹴っ飛ばして壊しちゃうっていうようなシーンはあったとしても、現実にダムが決壊するっていうのはほとんどないじゃないですか。これだけ地震が多いような国にあってダムが決壊しないのはなぜかといえば、やっぱり業者、ダムを作る業者さんが本当にきちんとした工事をしている。孫子の代まで一切恥じることのない本当に最高の工事をしていくんだ。これはもうダムを作るその工事現場の一人一人の皆さん方、これはもう全員一致で、とにもかくにもやるべきことをきちんとやっていくという、そういう精神に裏付けられているからなんですね。で、なぜそのような精神性っていうものが生まれてきたのか、なぜそのようなしっかりとした工事っていうものが日本では行われるようになってきたかというと、我が国における建設業の競争、あるいは土木工事における競争というのは、古来、これものすごく重要なところです。古来、価格競争ではなくて、どこまでも品質競争をもって、業者間の競争が行われてきたという歴史があるということなんです。今では、談合というのは、これはもう、まあアメリカの圧力があって、談合イコール犯罪だというふうになってしまいました。談合すれば警察に捕まるというような社会になってますけれども、確かに談合の悪い部分もあったかもしれない。けれど、談合っていうのは、役所が提示した金額よりも高くてもいけない。安くてもいけない。ちょうど役所が提示した金額にぴったり一致する中で、で、業者さんたちが集まって、次は、あんたのところで工事やれと。ね。で、その代わり今回は、お宅で工事をやってくれ。っていうようなことをみんなで業者間で話し合って決めていた。公共工事っていうのは、やれば必ず 20% の利益が上がる。やれば必ず 20% 利益が上がるっていうことが、ある意味保証されていたわけです。利益の保証がちゃんとある。しっかりと代金に関しても払ってもらえれる。この状況のもとにあって、じゃあ何をもって業者同士が競争するかといえば、うちの工事はどこにも負けねえ。日本一の工事をやってるんだって言ったような、そういうことが業者さんにとっては最高の競争要件であったし、そのために日頃から身を慎み、日頃からしっかりとした工事をやっていく。そのことに誰もが誇りを持って作業を行うというふうな、そういう国柄がもともとあったわけです。で、それを象徴していたものが、ある意味談合ということになろうかと思います。まあ、あまり言いますとね、談合は犯罪で犯罪を煽ってんじゃないかみたいなことで、YouTube バンされかねないところがあるので、まあ、これ以上は申し上げませんけれども、いずれにしても、我が国における公共工事というのは、これは価格競争であってはいけない。どこまでも品質競争というものを重視してやっていかなければならないと思います。現実問題として、チャイナでダムの決壊が今回の大雨で相次いで起こっているというのは、あの国っていうのは儲かりさえすれば、とにかく途中で手抜きをするって当たり前ですよね。あるいは業者さんどころか業者に委託をする行政の官僚さん自身が中抜きをするというようなことが普通に行われるような、そういう国柄があるわけですよね。どこの国とは言いませんけれども。でも、そんな風な工事しかされていないということになれば、立派なダムを作ってもらった。立派な堤防を作ってもらった。でもその堤防は安心できるものじゃないよねって。それって本当に国の姿として、人々の姿として正しいものと言えるのか。
平時はそれでいいかもしれない。ね。雨が降らなければ別に、決壊の心配もないかもしれない。だけど、いざ大雨が降った時に、本当に無事でいることができるのかっていう、このことっていうことが、やはり水害ということを考えた場合には一番大きな要素となるというふうに思うんですよね。だからその意味で、その意味において、我が国は改めてですね、様々な公共工事において、価格競争ではなく、品質競争で、確実に業者さんには利益がある。ね、それによって、確かに少々高くつくかもしれない。高いということになると、ね、それは税金の無駄遣いじゃないかっていうようなことをおっしゃる方いるけれども、その税金の無駄遣いだと言っている議論自体が、そもそもの本質を履き違えている。行政に対して税金の無駄遣いじゃないか。うちは安く工事ができるんだ。ね。安いところに任せないというのは、それはなんかおかしいんじゃないか。みたいなことをおっしゃるというのは、それは我というもんじゃないかと思うんですよね。わがままですよ。自分のところが安い。安く作れる。じゃあ安くするためにどうするのか。下請けさんの代金をどんどん叩いていく。で、自分だけが儲かるようにする。それによって、結果として、ダムが決壊し、あるいは堤防が決壊し、あるいは土砂崩れが起こり、あるいは、水害が起こって、多くの人々が迷惑を被ろうが、被害を被ろうが、それはその時の話だよと。足がかかりの猫って。こんなものは、日本っていう国においては許しちゃいけないと思いますが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。この動画が一つの皆さん方がお考えるきっかけになっていただければ幸いかと思います。先人たちが守り抜いた日本、この日本というものを我々もまたしっかりと守っていかなければならないと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。ありがとう、日本。和塾でございました。